妙見橋停留場は、高知県高知市大津にある土佐電交通5面線の路面電車停留場。妙見橋停留場は1911年の開業。5面線の大津停留場から5面中町通り、停留場までの区間が開通したのに合わせて開業した。乗り場は2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟んで、向かい合わせに置かれる。線路の北側に、 五面町方面行き、南に、針馬や橋方面行きの乗り場がある。針馬や橋方面は安全地帯が設置されるが、五面町方面は北を並走する、道路上に、白線で、乗り場が示されるのみである。南には、民民彦山古墳群がある。ABC と砂電鉄の電車と町を愛する会、と砂電鉄が走る町根雑、JTB パブリッシング、 JTB キャンブックス、2006年、100.156から158ページ。ISBN4 から533064116。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、61ページ。ISBN978 から4から10から79万29から6。上野宏人、都座電交通、再出発。 便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島敬造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、35.91ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。 路面電車は行く高知高知新聞社。1998年。83ページ。ISBN4 から875032684。ありがとうございます。